はい、てなわけで、ETU で J リーグ優勝したい、サンフレッチェ戦ですね、アウェーやっていきたいんですけども、はい、ちょっと今回ね、ETU の方、キーパーの方がね、3人とも不調なんで、まあ、全員不調なんやったら、まあ、自力のあるドリさんかなと思って、ドリさん選んでるんですけども、あとはそうやな、赤崎がちょっと不調なんで、不調なんで、ガブにしてます、右サイド。まあ、ガブです。前節ね頑張ってくれたんでまあいいかなってそこは心配ないかなっていうサンフレッチェはそうやな、まあ、大阪をね大阪と、日本代表を選ばれたら絶対文句言われる佐々木ね佐々木ね、でハイネルハイネルってかっこいいよな名前ビールの名前みたいなまあそれハイネケンやねんけどでまああとはホイッスルから各ね各 ACこんぐらいかな、うん、レアンドロペレイラねレアンドロペレイラ今ガンバやったっけやんなまあ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 油断できないチームで前回キヨがね退場してるからな清川がちょっとそこも気にしつつ、やってきますまあでも10人の状態で勝ったからねそこはもう、自信にしていいんじゃないかなとまあ行こうか行こう難敵と言ってふさわしい相手やなサンフレはうん、紫のユニフォーム結構な印象的やけどなんかまた京都参加とは違う紫ほんまに今の画面の青っぽい紫というかまあカープだけじゃないんだぞなめっちゃ勝ったカープだけじゃないんだぞとサンフレ対イースト東京ユナイテッドこの時間は関東地広島対東京こちらをご覧いただきますご覧いただいてくださいいただいてくださいなんかおかしい気がするけどうーんやろうか元日本代表ミコギルダー北澤剛さんです北澤さんどうぞよろしくお願いしますさあ行こうキックオフどう攻めようかなさあゲーム開始ですはーいいやちょっと待ってそれが怖いあちょっとそこ拾ういやちょっと待ってそれは待ってそれはなしそれはなし危なまた立ち上がり不安なとこが出てもここはセラ走らせてセラをどんどん走らせて今日はベンチにタンバが椿も復帰したとまあまあまあここでスローインは偉い偉いというかまあ普通に椿打ってみようかうんちょっと惜しかった左利きで打ったの左利きで打ったの左足で打ったのいつの間にか大阪になったよなここ前の人大好き林やん林やん林したくてボールを下げてリズムを作るか OK 吉田どううーんちょっとあかんか打てあかんかあーちょっと待って、いや、これ狙おう、あかんな。そうなんや。あれフランシャンフレイもないなよ。おー、ちょっと待って、喋ってる間に。おー、いいね。ここは、預けて。あ、引き分けやったっけ鹿島とちゃうっけ松本。あー、おー、ちょっと待って、それまずいな。おー、やばい。キーパーダンキュナイキやばいちょっと待ってキーパーキーパーナイスサンキュー危なあぶんねオッケーつばきこうつばきこうつばきこう走れ一人でここまで持っていくかキリあーうまいやコーナー取ったナイスつばきゴリ押し作戦困った時エニグあかんなこれは前だけ向かさんようにどうあー取られへんかあぶねいやーやられた思ったな最初よう止めた鳥さんチャレンジはしません後ろに流す結構ラフに入れてくんなでも一番嫌かもうちにとってこのボールは繋がりませんああプロだセラ OK 左サイドを上がっていきますおお
オッケー、ナイスボー、いいよく粘った、ここ入ってきれ、いやー惜しかった、いやー粘ったけどね、いやー惜しい、これは、いや、頑張って、つばき、あかんか、はい、ね、ちょっと待って、行こう、うわ、ナイス、ここで取れるとは思ってなかった、いや、危ない、ちょっと、パスが安定せえへん、もうちょっとなんか頑張ろうもうちょっと頑張ろうってね、ツーバキからすげー、わーちょ攻め手がマジでない、まあそうなんもんな、オッケー、ナイス、ツーバキ、あ違うねん、ニコシさんでよかった今の、あ危な、まあ、下げさせたらオッケー、下げさせたらオッケー、ああこれで蹴ってくるからな、ラフに、これが嫌や、いやちょっと待って、あかんな、違うね、そうじゃないね、俺そうじゃないやろ、ここは頑張ろう、サンキュー、キーパー一回落ち着かせろ、ああ開いてサイド開いて、もらいに来て、椿もらいに来て、そこじゃない、その取られ方まずい、めっちゃはめられてる、うわーやられた、取られ方まずかったな今、絶対焦らんでよかったや今、結構詰まるつん、いやこれラフに入れたらこう見たら結構サイド空いてんねんな、早めに入れようか、もうレアンドロ・ペレイラ、ああ違う、ちょ待って、集中して、サンキュー、オッケー、うん、いいよ、オッケー、いやーちょっと待って、あちょっとそれジーノに入れてほしかったな、簡単、あぶねえ、うん、いやちょっと待って、身持ち出しすぎた、いやちゃんと切ってくるわ、遠回りさせてくれ、ゴールから、いやちゃ、あかんよ、うわ終わって、オッケー音声認識、37分先制されたな、あ負けたくないぞ絶対、ここで負けは痛すぎる、オッケー、まあ、後輩行こう、早めに、まだまだ1点差ですから、いろいろ慌てることはないと思いますね、当てたあかん、当てたあかんよ、兄ちゃん、サンフレッチェ広島対東京、ではこの試合を楽しみください、ガブ、ではセカンドハーフ見ていきましょう、お、いいよ、ナイス、東京としてはまだ時間がありますからね、ここは行ったやろ、いやー、ナイキーとしか言いようがない、いいオーバーラップやったけどな、うわ止めるか、大迫さすが、まあ触られるか、ガブ頑張って、ここで受けて、いやちょっと待って、
取れた、あかん取られへん、おーナイス、いいよ、ガブ。いやー、取られるか。いやー、ちょっと待って、これいいよ。うわー、いやー、シュート。遠かった。スパッキ、いやー、ちょっと遠いなーゴールが、あー頼む頼む、オッケーオッケーオッケー、拾わない、それまあ取らへんか、体の向き無理があったんか、あー結構向きとかしっかりしとんな、体の向きとか昔そうじゃなかったのに、昔そう少々あれでもなんかなんとなくでいけてたのパス、今回でいいか、最近の、おーナイスナイス、今のはいい、スワキ行こう、スワキ行こう、おーいいね、決めきるか、なんかディフェンスあんま怖かったな、パス警戒してるかなんか知らんけど、いいですね、見せますね、なんかあんま怖かったね、今独走したけど、椿誰もいないかのように、誰もディフェンス来んかったけど、こっからほぼもうハーフコート全部持ってったぞ、いやーうん、そやな、夏希に釣られたんかそのまま行ったな、ゴリ押しもいいとこやったなこれこれ今ゴールに向かって行って、まあ、見て目でフェイントしてんな、目でフェイントしてるわ、でも誰も来へんっていや素晴らしい、つばき、さすがトップスコアラーって感じ、うわノッツダン入ってきた、さあじゃあ取った、まあこれで椿を左に回すと、さらに出てきました、なんかトロさんより振ったかなと、今日は現状は5分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、うん、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、いいよこれはガブ、素晴らしいよ、ここはいいね、いいとこ通した、これ仕掛けるか、チャンス来た、決めた、いや来た、夏希崩した逆転、早かったね、ディフェンダーの間を抜いたシュート、いやこれはもうガブのランが素晴らしかった、ここ取ったら勝ちよ、もうほとんどサッカーって、いやそうやな、ディフェンス後ろ向きの対応なもんな、そりゃそうなるよな、いやいい、冷静素晴らしい、すっきりした、いやこうやって追加点が決まることは全体的に、そうどうこれは、いやちょっと待って、キーパー、うわやられた、うーわもったいない今の、もったい、もったいな、めっちゃ油断してたな、ノッツだ、硬いな、ノッツ、いやー嫌な方向で出たな、ロングパスが、いやーここちょっと見てもうた、誰か越したんか、いやーうまかった、いやアウトサイドでそこ出すか、そしても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で、惜しかったな、でももうちょっとで止めれそうやったけど、今日のゲーム2
いや油断したな、今完全油断やったわ。いやこれすぐ取り返しますよね。前で強さもありますし、これがきっかけで流れ変わるといいんですけどね。そうですね、椿いいよ、いいよ、バックですよ、いいよ、来た、あれ、外れ、入ってない、今めっちゃ入った思ったわ。そう、いや来た、なんか入った、あれこんな手簡単に入るっけ、ジーノのヘディングシュート、まさかの、頭で正確に流し込んできました、いいシュートでしたね、なんかこれ押したら入ったぞ、わけわからん、今自分でも何が起きたか分かってない、佐々木見てんな、こう見たら、今シーズン7ゴール目となります。いやここでな、持ってくれたんか、あれやったら、いやまあ前入ってるしな、ジーノ、まああの高さはヘディングでいくよね、さすがにヘディング能力だいぶ低いと思うけど、ジーノ40とかやる、多分広島にメンバーチェンジがあるようです。さあ清水光平、さあここで起動を奪いました、高校としては大きな1点が入りましたね、これで無理する必要はなくなりますよね。オッケー、椿、オッケー、ナイスパス、左サイド上がっていく、来ましたよ、ここは間合いを取る、うん、掘った、掘った、オッケー、ナイス掘った、ナイスナイスナイス、誘ったね、いや相手イライラしてるよ、シューカーイエロー出してくれていいんちゃう、今のちょっとシュート打つ気やったけど、もう膝入ったけど大丈夫、倒したのかね、おこんぐらいかな、直接、いや高いか、速いボールで直接狙ってきました、高かったね、めっちゃ嬉しそう、めっちゃ笑顔すげえ嬉しそうや、繋いできた。松本、清水、ここへ行こう、ここへ行こう。組み立てながら攻め上がっていく。ちょっと松本。ジーノ帰ってもいいかもしれないな、次のアウトで。こうなったら。取った。いやナイスボール。いいボールだ。取ったですね。打って前。いやあ。来れるか。来れへんか。柏。どう、おナイス、あーちょっと、あーいやちょっと待って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 、うわー出て出て、お願いお願い、100円あげるから、ジーノ変えよう、トムさん、ジーノさんとトムさん変えます、出よう、これでどうしようかな、まあ普通に村越、村越、夏木、殿さん、どう、ああまあまあ、ああこっちこぼれたか、いやこれもう時間使っていいんじゃない、いやあ5分あんのか、それでここ、うおお、掘った、いやー捕まったか、長いボールを送ります、うん、まあここはキーパー戻そう、キーパー戻そう、オッケー、プロで組み立て直します、いいよこの時間でこれは効くよ、前から来へんな、あ来るわ、効けるわ、すぐここですよね、うん、石神、時計進めようぜ、オッケー、なんとか勝った、3対2、8点差をものにしました、リーグトップ、お、1位になった、さゲームは終わりました、マジで、東京としては見事にひっくり返しましたよね、さあ、じゃあハイライト、攻撃を見せてましたし、
やはり自分たちの3人ってまた大味なスコアだったな。いやーこれ危なかったね。素晴らしい試合内容、これ危なかったわ。最初の松本大也、ヒロキか、ヒロヤ、ヒロヤって読むから、多分 H って書いてたもんな。 H 松本大也書いてたもんな。そろそろお別れの時が来ました。本日の解説は、いやーこれ夏希の惜しかったな。本日はありがとうございました。ありがとうございました。結構シュートシーンが増えてきたね。うん、いやーこれは打ち抜かれたな。すげえ嬉しそう。まあこれはいいパスやったな。ちょっと前半の守られ方結構嫌やったな。完全前からはめられてる感じ。いやこのゴール結構好きやわ、右の崩し。うん、いやーゴールちゃうわ。入ってなかったわ。いやー大阪ナイスセーブやったな。これはそらこんなあれにもなるよ。これガブのシュートどうなの。あーこれか、走り込んできたやつか。ここもハイライト入んねや。でこれはツーバーキーの、うん、ああこれね。ああちょっとこれは厳しかったな。いやーこれツバキのザ・ツバキってゴールやな。ああ夏希にディフェンスがキー取られたらもうツバキは進んでるよという。いやーこんなんでも実際の試合でも起こりかねへんからな。流行っていう。いやーこのインナーラップ好きやわ。で最後夏希、うん、ここの崩しがちょっと自分的にも手応えがある。なんかサイドで持ってこんかったらそのまま行ってきたら中に走ってる選手使うみたいな。いやーこれはでもちょっと完全油断してたな。おエイシがアシストしてるやん。でこれはヘディング1本目のこれ入った思ったけど入ってなかったんな。であれまあそこからのカウンターの流れでもう1回ヘディング、うん、結構好き。マジのね、ほとんどゴールにジーノとツバキが絡んでんもんな。さあで、あフリーキックな、フリーキックな、もうちょっと上手くなりたいな。フリーキックこれ夏希のシュート、あー正面のやつだ、手前ってやつな。あれ打ち抜いたらかっこよかったけどな。いやむずいか。はい、じゃあ2対3で、一応勝利しました。まあね苦戦しましたけど一応勝ちで終われたのは良かったかなと思います。MVP は、夏希ということで、まあ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 でも、うん、こっちも交代選手も頑張ってくれたしね、良かったんじゃないかな。はい、じゃあ高い順行こうか。なんか首位って聞こえたけど ETU23 ビッセル勝ってベルマーレ勝つね、 4-0。わあ、4-0で勝ったん札幌に、すごいやん。で、マリノス引き分けたから、おトリニータ引き分けたか。Jリーグは何が起こるか分からんなんで、ジュビロは 1-0 で横浜 FC に勝ったと。4-0ってかける爆発しちゃうかな。はい、てなわけで、じゃあ順位いきましょうか。はい、あ2位やないか。札幌が3位まで落ちて、マリノスとうちが、同率。得失点差か。あ、得点25、めちゃうわ、待って。得点41と37なんや。マリノスの方が取ってんねんな。ガンバも上げた順位。フロンターレそのままやな。で、レイソル勝ったから上がったのか。まあまあまあ、この辺かな。はい。以上です。ありがとうございました。はい、動画見ていただいてありがとうございました。柏店です。YouTube で見てくれた方はね、
チャンネル登録よろしくお願いします。ニコニコ動画の方で、見ていただいた方は、マイリストと、あんまりどういう意味があるんか知らんけど、マイリストと、フォロー、よろしくお願いします。てなわけで、また次の動画でもお会いいたしましょう。あんなめっちゃ下手くそやわ。まあね、Twitter とかもやってるんで、その方もそれもとかも、まあ、フォローしていただけたら、嬉しいなと思っております。てなわけで、柏店でした。また次回お会いいたしましょう。さようなら。